新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう3人の死亡と新たに69人の感染が確認されたと発表しました死亡したのは奈良市宇田市生駒市に住むいずれも80代の男女合わせて3人ですこれで県内で亡くなった人は96人になりました 今日新たに感染が確認されたのは10歳未満から80代までの男女合わせて69人でこのうち70代の女性2人と80代の女性1人の合わせて3人が中等症です居住地別では奈良市が23人橿原市で6人天理市と桜井市で5人などとなっています県内ですぐに運用できる病床の使用率は重症対応病床が72% これを含めた入院病床全体では71%、宿泊療養室は41%となっています。現在の感染者数は809人、このうち重症は23人、入院・入所の待機や自宅療養をしている人の数は、昨日より48人減って275人です。